はい、ということで今日は井上さんにお越しいただきました。お願いします。よろしくお願いします。井上さんはもう3年ぐらいになりますね。今度3期目ですね、はい、変わらず絶好調の井上さんなんですけれども、今日は何の話をしてくれるんですか。今日はFacebook 広告で効果を上げる方法についてお話ししたいと思ってます。井上さんは多分たくさんいろんな広告運用、いろんな会社を受けてると思うんですけども、はい、なぜ今回 Facebook に話を、まあ、まずそのウェブ広告やるってなったら、うん、まあ、その Google、Yahoo、Facebook、Lamp とかあると思うんですけど、やっぱこう Facebook ってかなり大きな部分を占めていて、うん、はい、その中でも Facebook が、直近かなり効果が落ちてる広告主さんが多いので、その効果の低下っていうのをどういうふうに防ぐかっていうお話が有用なんじゃないかと思って今日お話しさせていただきたいなと思ってます。やっぱり今かなり多くの広告主さんがその Facebook の効果の低下に悩まれていて、もともとその Facebook で効果出てたのってやっぱその機械学習の部分が大きいんですよね。でもちろんその Facebook とか Instagram っていうその大きなメディアを囲っているっていうところもそうなんですけど、その機械学習の精度が高いと。ただその機械学習ってデータがないと何もできないじゃないですか。でそのデータが取れなくなってるっていうのが一番の問題なんですね。データが取れなくなってる理由が何かっていうと、 iOSの最近14とか15とかで言うと、もう全くそのクッキーを受け付けなくなってしまってるっていうのが要因になってます。でこれクッキーを受け付けなくなるとどういう問題が起こるかっていうと、管理画面にコンバージョンのデータが返らなくなります。でコンバージョンのデータが返らないと、その Facebook 側で学習するデータがそもそもないので、もう機械学習が全く進まないっていうことがあって、多くの広告主さんがその Facebook の効果落ちてるっていうのが今現状になってます。この効果をじゃあどうやって防げばいいのかっていうお話を本日したいと思ってます。なるほど。先ほどお話ししたように、まあ、Facebook に限らずなんですけど、そのクッキーが取れなくなっているので、そのクッキーに頼ったそのデータの計測っていうのはもうできないというふうになると、どうしたらいいかっていうと、広告主から直接メディアのサーバーにデータを返すっていう作業が必要になってくるんですね。これが Facebook コンバージョン API っていうワードがあるんですけど、コンバージョン API をもしやってなくて Facebook を掲載されてるっていうお客さんがいたら、ぜひお問い合わせいただきたいんですけど、クッキーが取れなくても厳密にそのサードパーティークッキーのデータを返せなくても、ファーストパーティーなら返せる。広告主が保有しているデータは保有することができるので、その仕組みを利用するという形になるんですけど、具体的に言うと、過去は Facebook のピクセルタグっていうのを広告主のサイトに設置をして、でユーザーがコンバージョンしたらそのタグが反応して Facebook のサーバーにコンバージョンデータが返るという仕組みだったんですけど、これができなくなったので、これも特殊な設定をして、広告主のサーバーから Facebook のサーバーにユーザー情報を返すことで、広告主から Facebook にコンバージョンデータを返す、なのでタグではなく広告主のサーバーから返すっていうことが今必要になってます。ただこれを実装するためには広告主側のエンジニアさんの対応が必要だったりするので、かなりハードルが高くなっていて、まあ、特にその中小の企業さんだと 7,8 割は導入できてない印象です。具体的に言うと、まあ、Facebook 側で保有しているデータとしては、ユーザーの氏名だったり、まあ、ログインのメールアドレスだったり、 IP アドレス、ブラウザーなどなどあると思うんですけど、広告主のサイトに訪れた場合にも同じデータって取れるじゃないですか。それを Facebook のクリック ID とともにその突合することでデータを計測するっていう仕組みになっているんですけど、この広告主のサーバーから Facebook のサーバーにユーザー情報を返すっていうところで多くの広告主さんがつまずいているんですけど、我々の方ではその Facebook かなり精通している人間揃えていますので、まあ、そこのエンジニアさんとのディレクションだったりとか含めて全てサポートをさせていただいてますので、まあ、基本的には今ご依頼いただいた企業さんどこも滞りなく実装できているような状態になってます。なるほど、まあ、ちょっと違うんですけど、昔 Facebook で類似オーディエンスみたいなメールアドレス打ち込んで、そこに要はこっちから情報を Facebook に入れるみたいな、でそれで類似みたいに出すみたいな、要はクッキーに頼らないやり方っていうのは、それは昔からずっとコンバージョンは出やすい広告の手法でしたよね。そうですね、それはあくまでターゲティングの話で、クッキーに頼らなくて広告主が保有しているデータでそのまあカスタムオーディエンス作って配信するってことはできるんですけど、今もその配信をしたとてコンバージョンは取れないんですよ。なのでコンバージョンが取れないと、そのいいターゲティングをしても結局 Facebook 側の機械学習自体は進まないので、そこの問題は解決しないんですよね。なるほど。ちなみにエンジニアがその回収をするってなった場合、もちろんサイトの規模とかにもよるとは思うんですけど、ざっくりどんぐらいの工数というか金額がかかるものなんですか。クライアントさんの中で内製されるのであれば、基本的にはサポートは無償でやっています。まあ、Facebook を我々にお任せいただけるというその範疇での対応になるので、ディレクション自体は無料で行ってます。で大体期間で言うと、まあ、スムーズにいくと1週間ぐらいで実装はされているので、クライアントさんの中にエンジニアさんがちゃんといるのであれば、まあ、そこまで大掛かりなことで
ではないと思ってます。それアウトソースするってなった場合は数十万ぐらいみたいなイメージです。アウトソースするってなった場合は30万程度はかかってくるとは思います。なるほど、はい、30万程度だったら月にまあ200万とかのイメージだったらすぐ回収できそうですね。そうですね、はい、要は月に 2,30 万の広告費しか使ってないところだと若干微妙かなと思いましたけど、200万300万使ってたらまあ余裕で回収できそうな、まあ、初期費用というかっていうイメージってことですね。ただそのいわゆる大手の代理店じゃないと、まあ、そもそもコンバージョン API の導入すらその代理店側も知見がない状態なのでできないケースが多いです。エンジニアさんだったりとか、まあ、あと Facebook の仕様にかなり詳しくないとそもそも実装ができないので、なるほど、いわゆる高中小の代理店に頼んでいて、うん、そのコンバージョンが減ってる問題に困っていて相談してもコンバージョン API の話が出てこなかったっていう話もよく聞いたりするので、なるほど、そういった意味ではそのクライアントさんもそうなんですけど代理店側にとっても結構導入ハードルが高い施策なので、そこはそのスペシャリストの我々にお任せしてほしいっていう思いはありますね。実装されてない広告主さんは。なるほど。 Facebook 広告って根本的な話になるんですけど、 Facebook のアクティブユーザーちょっとずつ下がってるみたいな話はたまに聞くじゃないですか、はい、Facebook の広告ってまあ商材によっては全然まだまだ取れるみたいな市場感なんですか。全然取れると思います、うん、下がってると言ってもやっぱりメガメディアであることに変わりはないので、うんうん、まあ、Facebook Instagram 合わせて大きな獲得取れるっていうのは間違いないです、うん、なるほど、はい、ちなみに今の話って Instagram は全く関係ない話ですか。 Instagram も関係してます。 Instagram と Facebook で連携してるので、うん、はい、Instagram もその Facebook に登録されてる情報とかを元にターゲティングしたりもしてますし、うんうんうん、コンバージョン検索の仕組み自体は同じなので、はいはいはい、インスタ面の配信がメインのお客さんでも同じです。もちろんインスタもまあ連携してるから、今回の話で Facebook で広告を落ちてる、つまりはインスタ広告で広告を落ちてるお客さん全員に当てはまる話っていうことなんですね。おっしゃる通りですね。なるほど、はい、ということで結論は Facebook インスタ広告で広告が落ちてるお客さんがいたら、まずは概要欄からそうですね問い合わせいただければということで一旦切ります。ありがとうございました。ありがとうございます。